失礼。はい、皆さんこんばんは。週末音楽家リサです。さあ、今日もね、まあこれ第2回目なんですけど、練習配信をしていこうと思います。前回よりもちょっとマイクの方のボリュームを上げたので、声も聞こえやすくなっているはず。もしかしたら周りのノイズも大きくなってるかもしれないですけど、その点はすみません。で、今日はなんかね、パソコンの調子が一日中悪くて、ストリーミングがね、うまくいってませんみたいなことをめちゃめちゃ言われるんです。ちょっとタイムラグが出たらごめんなさいというような感じです。はい。で、いつも通りやっていくんですけど、音量が小さいとか、そもそも鳴ってない、聞こえないっていうことがありましたら、お手数をおかけしますが、ぜひコメント欄にご連絡をいただけると助かります。よろしくお願いします。ということで、今日は何をしようかなと迷ってるんですけど、ちょっとね、なんていうか、初めて見る楽譜の練習を今日はしていこうと思います。ですね、私静岡県に住んでるんですけど、静岡県はヤマハなる会社がありましてね、エレクトーンを作ってる会社ですよ、があって、そのヤマハって自社で吹奏楽団を持ってるんですよ。私はすごいその吹奏楽団のコンセプトが好きで、自分たちが作った最高の楽器で最高の音が鳴ることを証明するっていう、めちゃめちゃかっこいい楽団なんですけど、その楽団がね、これ見えるかな、毎年この時期に定期演奏会をやってるんですよ。で、その定期演奏会がね、今年は6月の19日っていうことで、来週の土曜日かにあるんですね。で、ひょんなことからですね、このヤマハ吹奏楽団の定期演奏会に1曲だけなんですけど、お手伝いで出ることになりまして、ということで、その楽譜の譜読みを今日はしていきたいと思います。はい、すごい吹奏楽の人とエレクトーン弾くなんて初めてなんだけど、っていうか多分あんまり経験ある人いないと思うんですけど、この楽団にね、たまたまなんですけど知り合いがいまして、で、その知り合いから、ちょっとエレクトーン弾けるでしょう、よろしくね みたいな感じで頼まれて、今楽譜をもらって練習するとこだという感じです。もう来週の月曜日から合同練習入るんで、ちょっと自分のパートはね、できるようになってなきゃまずいということで、今日は譜読みをしていきたいと思います。ただね、基本的にお休みの時間が長いので、あんまりなんか自分のパートが云々っていうよりは、どこで入るかとか、そういうところをね、今後、まあ土日とかで頑張って見て感覚つかむような感じかなと思っています。合奏はね、一人一人のパートはそこまで大変じゃなくても、意外とその入るタイミングとかを見計らうのがね、難しいよね。ということで、まずは一応オルガンの音色なんで、オルガンの音色を探すとこから始めます。
外とどれがいいんだかわからない。まあ一番派手な音色でとりあえずやっときますか、どうせ一人だし。あのね、このローマの松ね、原曲あの実際にそのオルガンありで演奏してる YouTube の動画っていうのを最近ちょこちょこ見てるんですけど、そもそもねこのオルガンのパートがどこで本当になってんのかがよくわかんなくて、結構そのなんだろう、オルガン単体が目立つ曲っていうよりはこう盛り上がりの補助みたいな感じでオルガンのパートがあるので、あんまりねよくわかんないんだよね、正直なこと言うとこんなこと言ってちゃいけないんだけど、ということでとりあえず一旦は派手な音でほぼ初見をやっていきたいと思います。そんなに多分大変じゃないと思うんだよな、久しぶりに初見演奏です。テンポがね69って書いてあるんで、だいたいこんぐらいなんですよ。結構遅いよね。ということでちょっとやっていこうかな。いつも忘れちゃうんだよな。曲名はそうそう、ローマの松っていうやつです。ローマの松の第2楽章と第4楽章、全部で4楽章まであって、第2と第4楽章に自分のパートがある、まあそんな感じです。でとりあえず第2楽章の方から練習していこうかなと思います。これはまあもうほぼベースのパートだけみたいな、左手だけで終わりますね。第2楽章はなんかこんな感じらしいです。もうこれで終わりなんか久しぶりの初見演奏にはもってこいだったな、この簡単。そうそう、でもね途中で気づきました。これもともとが4分の6拍子なんですけど、途中あの音ビーって伸ばし始めたところから4分の5拍子に変わってて、で一旦4分の4拍子になって、もう一回最後4分の5拍子なんですよ。もう全然聞いてて分かんなくなる気がするんだよな、これ大丈夫かなまあまあそんな感じで、ちょっと次は第4楽章、こっちは割ともう足も手も全部使うような感じですね。どうしたんだろう、隣の高校から元気な声が聞こえる。ちょっとやってみたいと思います。これは変路長女だね。
すごいクラシックって感じしますね。そういや今気づいたんだけど、これは最後の方にね、これ見てわかるかな、なかなかこうなんだろう、エレクトーンのベースだと見ないと思うんですけど、このあちょっと待ってよ、これわかるかな、ベースラインのところにね、音が2つ書いてあるんですよ。ここここあ、どうやったら見える、あこうやったら見える、この今私の指があるとこなんですけど、これぐらいでちょうどいいのかな。ずっとシの音が伸びてて、その中であの下の音が動いてるっていう。なんでこういう場合はあのベースの音ってね、普通エレクトーンの場合だとあの1個しか鳴らないっていうのが、まあ、よくあるパターンだと思うんですけど、それぞれの音色 の, あの細かく設定できるページに行くと、ポリっていうところが一番右端にあるんですよ。映るかな、あーでもこれ拡大ができない、ちょっと待って、拡大ができないわ、ちょっと映そう、これギラギラすぎて見えないんだけど、あのねこのうん見えない、もういいや、ちょっと諦めてもらって、要するにこの元々の音色を選ぶページから一個こう進んだページのところの一番右端、ここはねポリでオンとオフっていう選択肢があるんですよ。でオフだといつも通りこうベースの音が1個しか出ないんですけど、このポリをオンにすると、まあ、名前のねポリっていう名前の通り、あのベースなんだけど音があの普通のね上鍵盤とか下鍵盤と同じようにあのダブルで出せるようになるって。なんで今例えばポリにしたんで、よっこらせー、ベースの音例えばドを踏みながらソを踏むじゃないですか、どっちもなるんですよね。これが普段みたいにオフになってると上の音しかならない、これがオンにすると両方鳴らすことができるっていうやつがあるので、こいつを使っていきます。そうそう、ちなみにねこのポリの使えるのは、まあ、もちろんこういう風にベースに2音弾かなきゃいけないっていうシチュエーションが出た時ももちろん使えるんですけど、あの左手の鍵盤にもっとなんかこう音ボリュームを持たせたいなみたいに思った時に、ここのポリをオンにして、でかつこのペダルボイスをあのトゥーロワーってあの下鍵盤に音持ってくっていうのをつけると、あの実質なんていうんですか、下鍵盤ボイス3みたいなあの役割としてこの子が使えるので、すごいねその点はあの有用だと思います。はい、ということでちょっとこのポリにした状態でもう一回このなんだっけ、第4楽章を弾いていこうかなと思います。あとはここの音色はどうしたいかちょっと確認しようかな。そうそう、実際の音色はちょっと全体の曲の雰囲気とか音の出され方を見て決めようかなと思うので、ちょっとそれは練習当日までのお楽しみですね。ということでもう一回やってみようと思います。テンポ66、
意外となんかこのいきなりベースが2本になるのはちょっと難しいな。ついなんか左足だけで済ませようとしちゃうのがダメですね。まあまあちょっとこんな感じでちょっとあと1回ぐらい練習しとこうかな。なんかこうなんだろう、練習って意外とあの1日になるべくいっぱいの量やることも大事なんですけど、それと同じぐらいそのなんていう、毎日ちょっとずつでもいいからやるっていうことがすごく重要だなと思ってて、まあ、特に私すっごい忘れがちなんですよ、何でもかんでも。なんでもう絶えず繰り返し繰り返しとにかく覚えるのが一番だなというふうに自分は思ってます。ということでもう一回やろう、もう一回やるぞ。とりあえず楽譜は頭の中に入ったから、まあ今日はこんなもんでいいかな、いいかななんて思ったりしてます。あの私も何回かその吹奏楽団の演奏は見に行ったことがありますけど、やっぱり吹奏楽ってなると最後はこうなんていうんですか、あの一体感みたいなものがあの重要になってくると思うので、あのそれはここからの1週間で の, あの楽団の人との実際の練習で作り込んでいければいいなというふうに思います。そうそう、私はね結構その楽団 の, あの自分をこう推薦してくださった人とちょこちょこ話す機会があるんですけど、なんかね今年のまあこんな状況での開催じゃないですか。だから楽団員というかスタッフ含めてかな、全員あの PCR をやるって言って、あの今度の月曜日が一番最初の練習、合同練習なんですけど、その合同練習の時にね、まず最初に何するって PCR を受けるっていうことをやるんですよ。すごいなんかあの面白いよねって言っちゃいけないんだけど、ちゃんとしてんなと思って、なんか自分は感動してしまいました。
なんかね、もちろんほら会社の名前背負ってやってるからさ、うかつに変なね、万が一なんか何も対策してないでコロナかかっちゃいましたとかだったらそれは大騒ぎになっちゃうと思うから、やるのはそりゃそうなんだろうなとは思うんですけど、ね、それにしてもなんかすごいよねと思って見てました。あと私が個人的にもう一個嬉しかったことはね、なんか貸してくれるらしい衣装、当日の衣装を。なんか普段みんなタキシードみたいなやつで出てるので、なんか ああいうの自分も準備しなきゃいけないのかななんて思って見てたら、なんか話を聞いたら衣装合わせするからって言われて、衣装合わせみたいな、人生初めてでしょ衣装合わせなんてと思ってそうそう、そうやって衣装合わせしてくれるんですって。だからそれをねちょっと来週は楽しみにしてる。まあまあそんな感じです。ということで、まあずっと同じ曲やっててもね、多分みんな何のこっちゃわからんと思うし飽きちゃうと思うんで、一旦ちょっと自分の練習がてらリットを弾きます。そう、だから今度の土曜日6月の19日がその吹奏楽団のお手伝いで演奏があって、でその次の週6月の27が今度うち の普段行ってるねヤマ音楽教室のエリア の ES コンクールの店舗別大会の日なんですよ。もうなんかここから怒涛のようにねなんか本番が来るんで、ちょっとどっちの練習もやらないかんということで、次はリットを弾きます。まあ今日は流し弾きだけでいいかな、これはかなと思います。あと直す気力があればレジスト直す。
まあもうこれはいいかなっていうか、暑いなって言うとなんか今ね、なんだっけこれ、ヘッドホンが調子が悪くて今全然聞こえなかったんだよね。よちょっと差し直しで対応、これいいのかな、こんな感じでいいかなと思います。あ、めっちゃコメント来てた、ごめんなさい。あ、これ京子さんかな、レアな機会。そうなんですよ、あのさっきね話してたんですけど、私来週来週であってね、あの吹奏楽団となんとエレクトーン共演するっていうすごいレアな機会をもらったっていう話を前半でしてたんですよ。後から来た人はあのぜひ後でアーカイブご覧ください。で、名前の読み方違ってたら言ってくださいね。マカナさんで合ってますか。はじめまして、初リアです、よろしくお願いします、ありがとうございます。そう、なかなかこの時間ってね、なんかどうなんだろうって思うこともあって、意外とみんななんか忙しいのかなみたいな忙しいのかなも変な話だけど、なんか仕事をね持ってる人は残業とかもあるだろうしとかね、なんかいろいろ考えちゃうんだけど、まあいろいろ考えちゃうんだけど、そうは言ったって自分も毎日練習しなきゃいけないので、まあ、ちょっと自分都合でね、この日程は決めさせてもらっています。いやどうしようかな、なんかもうだんだん練習する気なくなってきた、練習する気なくなってきたらよくないねちょっとまあリットも本当はね、リットもっと全然詰めなきゃいけないとこあるんだけど、ちょっとなんか今から本気出すとなんか直前にこの曲嫌いになりそう。そうそう、一個だけね確認しなきゃいけなかったことがあって、それを確認しようかなと思ってます。あのこの曲ね、あのサビんとこの伴奏とか、あのぜひあのよくよく聞いてるとなんですけど、なんかもうだんだん裏は暴露会みたいになっちゃってるけど、あのアカンパニメントが入ってるんですよ。であのアカンパニメントでギターの音色を入れてるんですよ実は。なんだけどこの間レッスンに行った時に先生にあの、まあ、大体いつも行ってもうとりあえず弾いてでコメントもらうっていうスタイルをしてるんですけど、なんかギターにディレイかかってないって言われて、おおみたいな。で確かにあの中を確認したらね、マジでディレイがかかってるんですよ。どうしたらいい、わかるかな、これでわかるかな、これあの今いわゆるドラムを組むところなんですけど、ちょっとみたいなね、あの本当にちょっとなの、本当にもうだってこれいくつまであの127分の5だよしかかかってないのに、そのディレイをね見つけてなんかかかってるよって言ってくれるの、ね、耳良すぎないと思ってめちゃめちゃびっくりしました。ちなみにそこを一旦ディレイをなくすとどうなるかっていうと、でさっき最初にかかってたディレイを入れるとどうなるかっていうと、この微細な違いだよ。これをしかもこれ単体で聴いてるんだったらまだしも、その曲が全部メロディーとかも全部鳴ってる段階でパッと聴いてそれを気づくってすごくないですか。えと思ってめっちゃびっくりしてしまったっていう話です。すごいよねやっぱり先生って。というねことでここは抑え気味にしておきたいかなと思います。これで全部いけるのかな。
全然違う行動。どうしよう、自分でも入れた記憶のないエレピのアカンパニメントが入ってる。もうほっといていいかこれ。 なんで入ってんのやろ。理解できない、理解できないけど、まあいいか、まあいいか、こんなもんなんだろうきっと。結構でかいよね、だってこの音さ、なんで気づかんのやろ。まあいいか。パパパパ、もうちょい上げたい。もうこれようわからんの。だから本当にね、こういうなんていうの、ことをやってると本当に無限に時間がかかるというか、何日かかってもできないよなって思うんですよね。これでいいのかな。だから私はほら別に趣味である意味やってるだけなので、全然なんかなんだろう、クオリティとかも自分でもうここでいいやっていうのを決めればいいけど、プロのそのなんていうのか、売ってる用のデータを作る人たちっているわけじゃないですか、編曲してる人というか。すごいよね。だってそんなね、多分妥協するわけにいかないじゃないですか、ああいう人たちは。みんなよくやるよじゃないけど、すごいなと思いますね本当に。そしてディレイはマジでめっちゃいろんなとこに入ってる。こういうね、ことがあるから、なかなかこう先生に教わるっていうのをやめられないんですよ。なんかこうたまにね、いろんな人に聞かれるのが、まあ私も産休っていう級を持ってるっていうのもあって、なんかその何習うのみたいな、習うことなんてもうないんじゃないのみたいなことよく言われるんですよ。とんでもないと思って、もう習わなきゃいけないことだらけだよと思ってるんですけどね。なんかこういうのってなかなかこう分かんない人には分かんないって言ったらなんかすごい失礼だけど、なんだろう、実際やってみないと分からない感覚ってめちゃめちゃありますよね。なんかね、これでいいのかな。あれしか入ってない、なんだっけ。あら、入っててほしいとこに入ってないじゃない。まあいいか、それも次回直そう。ちょっとね、ということで今はざっくりとアカンパニメントの修正をしておりました。ちょっと待ってよ。ちなみにこの練習配信というものは毎週6月中は毎週水曜日の19時にやるっていう風にまあアナウンスをしてるんですけど、そうだね、23日がだからその ES 前の最後の回なんだね。この時は多分リットモリモリになるから、今日そんなにいっぱい追求するのはやめとこう。ちょっとずつね、この辺は時間をかけながら修理していくのがいいかなと思っています。いいか、これはもちろん名前を変えなければ。こんなことをさ、細々とやってるからさ、なんていうの、一個の曲のために途中レジストめちゃめちゃ個数できません？これ私だけなのかな？今日って6月9日だっけ？9日。OK。もうリットさ、初版から比べて4つくらいあるんだけど、まだ少ない方か、それでも。たまに上書きしちゃってるから。かなと思います。またちょっとおかしく。おし、オッケーかな。
はい、ということで、まあ、今日1時間ぐらい配信しようかなって勝手に思ってて、残り15分ぐらいなんか好きに弾こうかな。でもね、あの、なんていうの、習ってる曲とかその今やってる曲以外って意外とガーって練習した後にガーッと忘れちゃうんですよ私。なんか自分で作った曲とかも全然覚えてなくて、なんか人としてどうなんだろうって最近思ってしまってるんですけど、何がいいかな。こんなことしてる間に時間が、あ、そうだ、あれやろ、インスパイアやろ。そう、あのインスパイアっていう、あの久保田浩さんのね楽曲がありまして、この間あのなんだっけ、あの5月末にやった生配信の演奏ライブの方ではもうすでに披露したんですけど、これまだね実は動画を撮ってなくて、動画をね早く作りたいんですよ。あら、全然ヘッドホンが不調だわ。そうそう、そうそう、動画をね、あの、すいません失礼いたしました、これでヘッドホンが戻ってきた。動画をねだから作りたいなって思いながら、あのまだそれを撮れてないので、動画撮るまで演奏のクオリティを保っとかなきゃいけなくて、あのめちゃくちゃ難しい曲をね、なんでちょっとまあ一回通し練しとこうかなっていう感じです。ちょっと音量でかかったらごめんなさいね。
久しぶりにやるとなんか頭のあっちこっちから抜けていきますね。そうなんだよな、大人になって、あうち地味にね、あの年食ったなって思うのが、昔って一回アンプしたらそう忘れないし、ふとした瞬間にあーって音が落ちることもなかったと思うんですよ。でもね、22超えたぐらいから、その普段全然余裕で弾けてるはずなのに、ふとした瞬間にあれなんだっけって、こう音が一瞬で頭の中真っ白になっちゃうみたいなのが増えて、あーこれは年だって最近思ってるところです。あのまだ一応28なんですけどね、なかなかこう老いには勝てないですね、苦しいところ。さあということで、あとどうしよっかな、この老いに負けている様を見てもらうしかないのか。そうだな、なんかあの私の悪い癖なんですけど、結局追い込まれないとやらないみたいなところがあって、本当だからもうね、イエスとかももう1ヶ月切ってるんだし、イエスの曲練習しろよみたいな感じなんですけど、まして来週1個本番あるなら来週の練習しろよって感じなんですけど、なんかね、なんかその気にならないんだよね。これが一番やばいですね。ちょっとまあいわゆるね、その1曲1曲を追い込む練習はちょっともう来週に取っとくとして、来週以降に取っとくとして、あと今日はなんか1個ぐらい好きな曲を弾いて終わろうかな。何がいいかな、これあ久しぶりに弾きたいとか思ってもね、そうだから覚えてないから弾けないんですよね。でなんか途中で、あもう全然弾けないからやめてみたいな感じでやめちゃうんだよね。これが良くないね。何がいいかな、何がいいかな。でもまだ54分なんだ。じゃあめちゃめちゃレアな曲弾こう。楽譜あるかな、あと2曲くらいいける。そうそう、あのこれね、あのあくまでも練習配信なんで、なんだろう、ライブほどライブみたいにすごい曲を見せるもんじゃないというか、本当に普段の自分の練習の様子を筒抜けにさせてるだけなので、あのこうやってね、突発的にあれ久しぶりに弾いてみようかなみたいなやつをほっぽり出してしまうっていう。これ知ってる人いる？あ、またもう調子悪くなった。ちょっと待って、これでどうだ、良くなってない。この辺多分買い替え時なんかな。だってこのヤマハの辺多分買ってそんな経ってないよ。それとも結構経ってんのかなそんなことないはず。あでも意外ともう4年ぐらい経ってる。じゃあ経ってるか。あのね、私あのこの間ゴールデンウィークで実家に帰った時に、実家って01しかないんで02の市販の音源が使えないんですよ。そうそう、なんでね、あの01でも弾ける曲をちょこちょこ探したら弾くんですけど、久しぶりにこんな曲を弾けるかもしれないと弾いたんです。
知ってる人いるのかな、知ってますか、あのね、アールグレイの昼下がりっていう曲で、あのエレクトーン演奏グレード4から3級の、あの課題曲の一つなんですよね、これ。あのエレクトーン演奏グレードの4、3級の課題曲って、あ、ここにないや、このいわゆるオリジナル曲集って呼ばれるこれですね、ものから一つ選ぶか、あとはあのクラシックの曲集から一つ選ぶかって、まあどっちか選べるんですけど、そのオリジナル曲集のグレード3、4級向けの1に入ってるやつです。すごい可愛いよねこの曲。なんか私は先生、あのその当時あの3級を違うな、これ4級の時に持ってったので、4級の時にお世話になってた先生にあの候補としてね、この曲を提示されたんですよ。で参考音源を先生が持ってたから、それ聞かせてもらったら、まあ可愛いと思って、え、先生私これにしますって言って決めたのがこのアールグレイの昼下がりでした。そうそう、実はねその時にもう一個候補だった曲もここのこの本にあって、星に踊る天使たちっていうのがあるんですよ。これも可愛いんだよね。そう、でもこれはあれか、あー、もしかしてレジスト消しちゃったのかな、ちょっと探してみよう。そうそう、どっちもね本当に可愛くて、え、どうしようどうしようってすっごい迷った挙句に、結局あのアールグレイの昼下がりにしますって言って、アールグレイの昼下がりにしました。そう、でもね実際に、だからこれ4級の時に持ってってたんですけど、なんかあのグレードっていつも終わる時に好評っていうのがあるんですよ。その試験官の人からあの今回のコメントみたいなのもらえるんですけど、なんかその時に4級でこの曲持ってくる人ほとんどいないよって言われて、なんかえみたいな基本的にはね3級向けの曲なんですって、これって。まあ確かにすごい指もめちゃめちゃ動くし、場面転換もかなり激しいし、それでいて軽やかでいなきゃいけないので、難しいのはね間違いないんですよ。難しいのは間違いないんだけど、そう、それにしてもそんなにみんな持ってこないもんなのかと思ってなんかねびっくりした。あ、星に踊る天使たちも昔のやつあったぞ、これ本当に。これでもなんか私リズムかけてた気がするんだけど、違うかな、できるかな。星の踊る天使たちもちょっとやってみよう、まあ、練習配信だから別に何してもいいしょもうもはや練習でもないけど、今日やってみよう。これ、あ、ちゃんと音つく、音つくんだけど、これどうしてたんだろう自分がどう真剣すくんだのかが全く分かんないけど、何これ本当に全部ちょっと真剣すか、これしてたんだろう、この時の私。なんじゃこりゃ。え、全然わかんなかった。ちょっと一旦リズムなしでやろう。何これ、怖いんだけど、めっちゃ怖いんだけど、何このリズム。やってみよう。刺しても治ってない。どうしよう。まあいいや、もうこのまま行こう。やっぱ良くないな。ちょっと待ってくださいね。
でこう。Thank you.
そうこんな曲もあってですね、これもめちゃくちゃ迷ったの、持ってくかどうかって言って持ってくかどうか迷って迷って結局やめちゃったんですけど、そうでもありがとうございますマリさん。そうこの曲もねすごい可愛いですよね。私はねこの曲すごい推しです。で特にこの曲のいいところはそこまで難しくないんですよ、あのなんていうかそこまで難しくないんですよって、4/3級向けの曲なので、もちろん動くしなんかこうハードではあるんですけど、ただあのさっきやってたねアールグレイの昼下がりほど演奏という意味でめちゃくちゃ難しくはないです。結構こうリズム乗りもはっきりしてるし繰り返しも多いですし、うん、私はね意外とこの曲好きだし、あのこれから4級受けるけど何にしようかなって迷ってる人は、ね、でこの星に踊る天使たちやってほしい。なんか弾いててなんかこう自分がなんかこう天使の先生になったみたいな気分になれる、すごい一押しの曲です。そうそう、そのうちねあのこれらの2つの曲もどうにかして動画にしたいなと思ってるので、その時はぜひ見てみてください。あの改めてねこう見てみると、当時まだ今よりも経験値が浅かったのもあって、今だったらレジストこんな風にしないわとか、ここどう考えてもなんか強弱関係おかしいやんとかいっぱい突っ込みどころあって、その辺をね直してからこうなんか新しくリリースしたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしていてもらえればいいかなと思います。はい、ということでじゃあ今日の練習はこれにて終了です。今日はなんかどっちかっていうと練習っていうよりはなんかただの思い出演奏会みたいになっちゃってましたけど、あの来週からはちゃんと本番が近いんで練習をちゃんとします。ぜひあのこれに懲りずですね、今度の水曜日の19時も遊びに来てもらえると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。ということで本日の配信これにて終了いたします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。